セリバガマは、ハマウツボか潮釜に行く族に分類される、半帰省の多年草の一種。種小名は、伊藤啓介への懸命。和名のセリバは、葉の形態がセリに似ていることに由来する。茎は、根元で枝分かれして、高さは三十から五十センチメートル、無毛で葉とともに軟弱。葉は、長さ四から八センチメートル、幅二から四センチメートルの卵状長大円型で、 右上に全開し、上部まで耐性する。葉の裂片はさらに右上に、中列する。葉平は、長さ0.4から1センチメートル。醤葉はまばらにつく。上形用は小型となり、すべて耐性し、下記に根室用はない。上部の溶液に白い花を1個ずつつけ、枝の頭部にも3から5体まばらに相上に花をつける。果敢は、左右非相称、長さ約2センチメートルで、 頭部は薄緑色。上唇は先がくちばし状に細長く尖る。下唇は浅く三列し、中列編はごく小さい。湯髄は4本、髄髄は1本。額は無毛、卵状の筒型で、長さ約4ミリメートル。下期は8から9月。果ては三角状強皮心型で、先が尖り、長さ12ミリメートル、幅3ミリメートルで、額の 約3倍。種子は、防水形で突起がつく。日本の固有種。本州の中部地方のやや狭い範囲に分布する。基準標本は、温岳山のもの。ヒマラヤから中国西部にかけて分布する同族の種と類縁で、あると見られていて、古くに日本に渡来して分化した種である。深山の赤山対新葉樹林の林家に生育する。 セリバシオガマミヤマのアコウザン対新葉樹林の林下に生育する。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。